左利きの大久保がボールを入れます、面白いですねこれ。ファーサイドに牧野がいる。5番に注目、キャプテンマーク。中央、高木が出る。シュートー、おー、最後は牧野か。牧野当たったんじゃないですか。勝ち越し、浦和レッズ勝ち越し。これはすごいわ。最後の最後にまたもやドラマが待っていました。いや持ってるね。準決勝は宇賀神、決勝は牧野。こんなことがあるのかという、今シーズン限りでチームを去る牧野の勝ち越しゴールが生まれました。高木が弾いたボール、このシュート、牧野がヘディングでコースを変えました。もうこれ当たったとこじゃないですね、変えてますね。意図的にも触ってますもん、まあ、触ったら変わると思ったんですよね、キーパーも反応できないですから、はい、これ打った瞬間にライン見てるんですよね、牧野今。柴戸からのシュートでした。これはすごい冷静でしたね、まあ、もちろんシュートもねしっかりと浮かさなかったっていうのはあると思いますが、いやー、かつて DFW ディフェンスですがフォワードの能力も持っているというふうに自らのことを評していた牧野が、いや、やっぱりセットプレーですか。素晴らしい仕事をやりました。しかしまだ試合は終わったわけではありません。それさ、大分はセンターバック2人ももう上げます。はい、さあ、あと何度大分にチャンスが訪れるか。